はよチャンネル。ウェーイ。はい。まさこんにちは。はよチャンネル。はい、太陽チャンネルです。はい、今日も頑張っていきましょう。プーさんハム。プーさんハム。はい、こちらですね。プーさんハム。ドッテさんから出てる風船の実で楽しみたいと思います。はい、パッケージはこのようになっていて、この2種類なんだけど、1種類がね、ブルーベリーで、もう1種類がピーチ味。もうみんな大好きな味だよね。うん、この味大好きな人。はい、全部大好き。ね、全部大好きだよね。美味しい。そしてね、この中に入ってるガム、この中に3種類のガムが入ってるんですけど、ブルーベリーだと小さなガムはブルーベリー味と酸っぱいブルーベリー味になっていて、白い方ね、大玉の方はヨーグルト味となってます。ピーチ味の方はピンク色がピーチ味、オレンジ色の方ね、こちらは甘酸っぱいピーチ味となってます。そして白い玉の方はヨーグルト味となってます。あと最後こちらにね、ほらパッケージについてるこのキャラクター、あとこのキャラクターね、え、ブブー、こちらのキャラクターはフーさんっていうキャラクター で、このキャラクターはね、大きさや形は自由自在で、あまり大きくなりすぎると割れてしまうんだって。でももう一回膨らませば大丈夫だ。そうそうそう、そうするとまたフーさんが出てくるらしいですね。それではね、今日は家族で風船ガムを膨らまして楽しんでみたいと思います。練習しないのも、はい、行くよ。風船の実どう、美味しい、美味しい。ちなみにね、はい、こちら背景ね、今回特別に風船をちょっと壁につけてあるんですけど、翼側がブルーベリー味をイメージして、太陽側はピーチ味をイメージしてます。可愛いよね。可愛い。あ、風船ガム十何年ぶりかもしれない。何それ。できないけど、ちょっとずつね、なんかコツをつかんできてるかなって感じ。翼できる。ああ、できた、できた、できた、ああ、できた、できた。うっ、おおおお、すごく楽しいよね。はい。ね、まあ、風船の実はね、膨らませることが面白いんですけども、今日はその膨らませるを使って親子で風船飛ばしたいと思います。やったやった。泳いでるから。はい、ルールは簡単です。簡単、うん、簡単にしておきましょうね。風船と風船で、はい、はい、風船が先に割れた方が負けね。じゃあじゃあ1回戦目、お父さん対お母さん、いきますよ。失礼じゃないか、顔って。大丈夫。勝負なんないよ。もうこれ焼いても焼いても笑っても、はい。勝ちでいいですか？はい、勝ち。はい、じゃあ決勝戦ね。じゃあ決勝戦いきまーす。いいじゃん。うん、うん、うん。
はい、優勝お父さんでーす。大事件だよね。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。めっちゃ楽しかったですか。ね、もっとね、もっと練習すればもっと大きな風船ができるようになるからね。はい、これからも頑張りましょう。お友達や家族と一緒に風船を作って楽しんでみてね。楽しんでね。はい、ということで今日の太陽チャンネルはここまで。